2人はサッカー選手として壁を感じた時どのように乗り越えてきたのかプロになる前は武藤はでもさそまあまあ順風満帆だったわけじゃんそうっすね流通経済大学で1年生からずっと試合に出てたし、まあ、ただ僕の中でのちょっとした挫折はドリブラーでで生きててていけるって思っ思たんですよずっとずっと。ずっと大学一年とかドリブルで ぐいぐいいって点を決めれるって思ってたんですけどだんだんなんかそれだけじゃうまくいかなくなってきてちょっと試合に出たり出なかったりベンチになったりとかをし始めてからあれこれだけじゃダメなんだ僕のドリブルだけじゃちょっとうまくいかないなって思い始めてからボールのないとこでの動きとかそういう駆け引きとかを覚えようって思ったのは少しきっかけだったかな。それの方が今に 生きてきてたかなと思いますねやっぱ多分何,何か成功してる人ってダメな時に考え自分で考えられてそこに変化を起こせる人が俺多分成功できる人だから武藤もそうやってああ自分はここじゃ通用しないなこれだけじゃ絶対通用しないなって思った時に考えてじゃあ自分には何できるんだって考えられたから今があって多分それの努力ができたから乗り越えられてるわけじゃん武藤も。 俺も多分どうやったらプロになれるのかなって自分の良さ何なんだろうみたいなあんまりこの飛び抜けたものないなみたいなじゃあ何か他の人がない器用さとか頭使ってサッカーしたりとかとかそういうところで生きていけばいいなっていうか自分のさ生きてく術を見つけられる人が多分成功できる人なのかなって俺思うんだよねだからそう考える。 力っていうの、すごい多分ね、こう乗り越えるのに俺必要なのかなって思うんだよね。だそれが小さい時にから。あると。多分本当にすごい、こう。サッカー選手にもなれると思うし。それがサッカーだけじゃなくても。もうどんな仕事についても、ちゃんと考えて、自分で行動に起こせる。人が成功すると思うんだよね、俺は。っていうすごい真面目な話をしてるんだけど。<laughs> いや、めっちゃいいこと言ってる。<laughs> うん、でも多分、そう。 本当ごくまれに才能だけで飛び抜けるやつも俺はいると思うそのままいっちゃう人もいますね行っちゃう人も,、ね、いう人もそれが一番最高だと思うけど<ー>ただやっぱあの原口俺はいつも言うんだけどあの原口元気でさえ才能でどうにもならなくなってるから、うん、あんだけプレスタイル変わっちゃうからねあいつが変わって成功してるってことはそこで考えて努力できたってことですもんねあんだけねあのドリブルで、うん、ドリブルですごくて でもやっぱり一緒にやってた人からするとやっぱドリブルで世界でこうドリブルでっていうところ見たいなっていう気持ちもすごいあるけどでもあいつなりにこうやっぱ生き残っていくねすべ見つけて今こうやって活躍して日本代表でも活躍してっていうところでまあ嬉しい反面ちょっと悲しいなっていうところも。世界はは広いなとそうだねでは そののの考えるる力を身にににつけるためにはどのようにすればいいのだろでも自分もそうだ自分もコーチに教えてもらうきそうだったと思うんですけどやっぱ答えをこう簡単に与えないっていうのはすごい僕は重要だなと思っててなんか今の動きこうしたらよかったじゃんとか例えばサッカーで言ったら「今の動きこうしたらよかったよね」とか言っても言っちゃうと考える力なくなると思うんでやっぱり。 どううしたたらかかっとと思うとか自分からこうちゃんと考えて発言させるのはすごい大切だなとて、まあ、結構、ね、先生とかこう教育者っていうのは多分そういうの結構やってると思うんですけどそこはすごく大切だなと思う、うん、<laughs> その通り <laughs> まあでも目標とか夢を持つことが大事ですよね<ー>僕は別に親はサッカー全然詳しくなかったから「うん、あれやれ」とか「これやれ」って言われたことなくてでも僕にはサッカー選手になるっていう夢があったから。うん そこにに行くにはどうしたらいいんだろうって考えるじゃないですかだから自分の子供もにもそうだしみんなにもやっぱ夢とか目標を持ってもらってそこに本当になりたかったら絶対頑張るじゃないですか、うん、なるために考えて、うん、それがやっぱ夢を持つことが一番大事だなっていのはすごい思いますねそしたらそこに向かうじゃないですか<ー>でちょっと道外れそうになったら少しね戻してあげれればおお 頑張りなとかもうちょい頑張りなとかなんか分かんないですけど戻せれればまたおのずとその夢に向かって自分で頑張るわけじゃないですか、うん。それぐらいの支えるぐらいのスタンスでいきたいなみたいな感じで、うんうん、そうまあ僕がそうだったからってのはあると思いますけどね、うん、親が何も言ってこなかったから逆に伸び伸びやれたかなってのはあるんで、うん。うん